まあ、怪我から始まった1年間でしたけども、しっかり自分ができることをしっかりやって、まあ、いい1年になったと思います。まあ、怪我をしたことは本当仕方ないので、しっかり切り替えて怪我したことをプラスに変えれるようにやってきました。まあ、やっぱり力不足っていう部分は感じたので、まあ、もっともっと練習して早く1軍で活躍できるように頑張っていきたいと思ってます。もっと自信持ってやっていけるようにしたらいいかなというふうに思うので、それにはもっと練習して、まあ、自分に自信持てるように頑張っていきたいと思います。もう一回基本大切にしながら、まあ、もっともっとバット振ることを意識してしっかり振っていきたいというふうに思ってます。まあいい感じに来てると思うので、このまましか怪我なく最後までやりきれたらいいなというふうに思います。まあそうですね、まあ、打ちやすいので、そこでしっかりと自分のスイングができるようにやっていきたいと思います。まあ今あんま予定立ててないですけど、はい、まあこれから話し合って、まあいけたらいいなというふうに思います。来シーズンはしっかりともっともっと頑張って1軍で活躍できるように頑張るので、応援よろしくお願いします。